テプラス始まりました。はい、はい、今日は、久しぶりすぎて何喋っていいのか分からなくなっちゃってる村という子と、はい、はい、あのゆうこさん笑ってますが、実は私も多分何喋ったらいいか分からないと思います。ゆみです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらに真ん中にいらっしゃるのがもう散々宣伝しまくっちゃったんですけどティーユモからいらしてくれた、はい、私白川敦子と言います。よろしくお願いします。お願いします。今日はこの3人で、はい、面白いお話をお送りしていけたらと。い、はい、ではちょっと番組への参加方法よろしくお願いします。はい、番組への参加方法はソーシャルストリームへの参加方法ですね。皆さんからの番組への感想やゲストへの質問、あっちゃんのね、質問などは、はい、画面右側にあるソーシャルストリームのクリックボタンを押してください、うん、はい、そしてその後に書き込みをクリックすると、うん、Twitter や Facebook、また Mixi などで書き込みができます。で、見てますよとか、うん、ゆうこりんかわいいとか、あっちゃん美人とか、来るんですか？来るんです、はい私噛みすぎとかいろいろ言っていただければ、ね、書き込みしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれ番組はね、CM がないのでそのままどんどん続けていっちゃいたいと思うんですが、はいはいはい、今日は改めてゲストにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。白川敦子さん、ティーグマっていう名前はねよく聞くと思うんですけど、はい、うん、まあ、実際何をやってらっしゃる方かちょっとご挨拶をよろしくお願いします。はい、まあ、そうですね、私は、まあ、由美さんとか、まあ、ゆうこさんとかも今日来ていただいてるんですよ実は。で本当に洋服をですね、まあ、生地一端から、うん、もうオリジナルデザインから全部作ってるんですけど、うん、まあ、私の主人がデザイナーで、うん、私はもう服 あのテキスタイルとか服の形、まあ、人とバッティングしたくないんですよ服、うん、基本的に、うん、なのでちょっと変わったものとかをちょっとデザイン画を上げて、うん、その、まあ、それにどういうデザインがいいっていう感じで主人に言って、それでデザインを上げて、まあ、裁断して、まあ、縫製までっていう形で、もう沖縄で一から全部作ってるっていうような感じ。大変ですけどね。すごいね。かっこいい。いや、かっこいい。いや本当に大変なんですよ、うん、大変なんですけど、やっぱ好きなんでしょうね自分が、好きだから多分できるのかなと思うんですけど、もうそう立ち上げたのはそうです。だからティーグマっていうのがもう最初どういう、まあ、ブランドを作るとかそういう全くなくて、ティーグマっていうのが方言で手先が器用っていう、そういう意味なんだ。そうですよ、ティーって言うんですよ英語だと思ってた。で、なんかさ、クマが好きとかそういう世界なのかと思って、そういうことね手先が器用、ティーグマっていうんだ。そうです、よくキグマさんって、キグマが入ってると思う、なんか配達するんで、まあ、キグマじゃなくてティーグマ、そう、方言でね、ティーは手なんですよ、で、グマ、ティーグマのグマは細かいってこまごましたっていう。へー、そうね、超すごいでしょ。本当にクマかと思って、クマじゃなくて、なんてことって感じだよね。すいません。いえいえ、はい、そうなんです。そういうことだったのね。でも本当にもな、なんかね、自分たちの自己満足じゃない、だと思うんだけど、なので手先が1からもう10まで全部オリジナルで作ってますよっていうので、なんかティーグマっていう、なんかひらめいて、まあ、私じゃないんですけどひらめいて、そうだ、ひらめいてそれをティーグマっていうブランド名にしたんですよ。可愛、いよね、ティーグマ。可愛 いティーグマって。でもね、ティーグマ、そうね、何かわかんない、多分、私石垣島出身なんですけど、石垣島でもティーグマって、おじいちゃんおばあちゃんが、要するにおじいおばあが、あんたティーグマだね、こんな細かいの作ってっていうような言い合いで。言うの？言う。ゆうこりんは言わない。言わないね。また新しいことをしてしまった。そうティーグマだねって。ブランド名をやって6年前かな、立ち上げたのが。6年、あ、そう、今年7年目になるんですけど、でもね、すごい、みんなすごい大変なんですよね、立ち上げるって。それを持続する、まだ継続するっていうのもそうなんだけれども、なんか好き、本当に夫婦で好きだからなんか洋服を作ってるっていうような感じなんだけど、やっぱ大変ですよ。だからもともとこれをやると、もともとウミンチュってT シャツ、はい、で絶対うちの旦那はもうウミンチュって
まあ、出すなったらおかしいんですけど、もともとウミンチュ T シャツの、まあ、義理の父がウミンチュ T シャツなんですよ、の創業者なんだけど、そこに勤めてたわけですよ、あの会社に。まあ、その時はもう専務とかね、もうそういう役職にいながら、まあ、それはもう、まあ、お父さんのあれだから、うん、まあそりゃいい役職でしょうよみたいな、そんな感じだったんですけど、うんうん、でそう、私がそう彼と会ったのも、うん、そこのウミンチュの、私はたまたまウミンチュファクトリーって言ってある通販会社にたまたま私が入って、うん、でカチカチカチってやってる時に、うん、別に何にも別にあのなんか感情も全くなくて、うん、まあ、同じ石垣島出身だから、あ、なんか ちっちゃい時になんかいたよね、双子ちゃんって、うちの旦那双子なんですよ。そうなんだ。一卵性なんですけど、そっくりですよ。へー、本当に。じゃあ知ってたんだ、小さい頃から。知って、いや、もう全然知ってますね。もう幼稚、もう近所だったんですよ、お家が。でも高校、うん、中学校も、うん、あの同じクラスになったことあっても話したことがないみたいな、うん、大きい学校だったんですか？大きい学校クラスは一緒なんだけど、なんで僕、私はもうどっちかというと男友達とかも 男なのってなんか何とかないけど、かる、あっちはなんかちょっと静かな感じでいつも書いてたような感じだから、ちょっと世界がね違ったのね、なんかね、だから話したこともなかったんだけど、そこで知り合ったという大人になって、そう、ね、そう、そう、今でもなんだろう、なんか本当にさっきも話してたけど、パートナーみたいな感じですよ、なんか夫婦って感じではないかな。いいよいいよ、そういうの。何いやいいと思うよ、うん、じゃあそこが始まりで、でじゃあね、ウミンチュで出会い、じゃあなんでティーグマ立ち上げようまでなったの？そう、なんかね、そうだね、ウミンチュ、私、そうね、私は彼と出会ったの、うん、前に私、うん、あの体育の先生になりたくって石垣で、うんうん、あの体育の臨時でずっと教員を10年ぐらいやってたの、ね、やってたの？やってたの、中学校だやってたんだ、ウォーメイクでジャージで、あ、なんか似合う、そう似合うかも、一番多分似合ってると思う、それが多分マッチしてると思うんだけど、それをやってて、もう本当でも楽しかった、やっぱり、うん、あの、まあ、中学生のね、中高の男の子たちとか女の子たちと話してて、うん、まあ、それがもう日々楽しかったんだけど、うん、なんだろうな、毎日同じこと、朝行って授業して、はい、バレーボールして、保健体育教えて、また何してっていう、部活見てっていう、これがずっと同じことをしてるんだけど、まあ、子供たちとは楽しかったんだけど、でその時に私、石垣で一回結婚してるっておかしいんですけど、結婚してるんですよ。結婚してるわけじゃないんだけど、でそれで、あの、私は一応バツイチで一回離婚して、一回だけなんですけどね、そのそう、一回だけ、ね、強調、そこ強調ね、大事ね、ね、一回しか結婚してないのにね、一回離婚してね、そう、いや、ね、で、そう、そこで、そう、うん、あの、まあ、教員時代にちょっと離婚をして、うん、で、その時、ちびちゃんがいたん、今、うんうんうん、男の子は、まあ、あの時1歳ぐらいだったのかな、うんうん、で、その時にやっぱり一人で生きていかなきゃいけないから、うんうん、やっぱり仕事、あの時にやっぱ空きがなくって、うんうん、体育の教員、もちろん空きもなかったわけじゃないんだけれど、うんうん、あの、入ってでも結局自分が一人、女一人で、うん、あの、預けながら、やっぱ部活も見て、体育だから、うんうんうん、やっぱ夜遅くまで見て、うん、身内もいないわけですよ、ここに。で、この子をどうやって育てるべと思って、うん、その時にやっぱり、まあ、昼も夜も働くかとか、まあ、いろいろ考えた時、うん、でもやっぱり何か働かなきゃいけないけど、うんうんうん、まだ子供がちっちゃかったから、うん、何かしなきゃと思って、うん、時間に、あの、時間をちょっと早く上がれる、5時とかに終われる、うん、もう探してたの、ずっと、うん、探してて、たまたまこのウミンチュの、うん、あの、工房っていうか、うん、ウミンチュ T シャツの工房が、うん、あの、募集をしてたから、あ、もしかしたらここに、まあ、石垣、私の同級生がいたなと、うん、まあ、今の旦那なんですけど、うん、同級生がいたわって、うん、まあ、すっごい募集側の時、うん、後から聞いたら130名、そんなにいたの、めっちゃ、あの、うん、ガー売れてる時だ、そうそう、一番その時ですよ、130名、私はもうこの10分しかないですって言われて、うん、でも
まあ、電話して、うん、まあ、その時からなんかちょっとあの 白川君いますみたいな感じで電話して、うん、であのでも変わってもああ覚えてますぐらいだったんだけど、うん、そこでちょっと面接をしてくれたのが、うん、今父と義理の父とうちの、うん、あのでとにかく父が言ったのが OK ってもう130後から聞いたら、うん、もうこんだけいたのに、うん、もう明日から来いと、もうお前は採用するからって言われて ありがとうございますって言って入ったのが、うん、で民中に入ったんだけれど、うん、そこでいろいろも、まあ、彼とねいろいろ出会ってというか、うんうん、そこからですね、うん、やっぱりでやっぱりデザインを書き溜めてるのをずっと見てて私もすごい服好きだったから、うん、なんかこんな感じの作ったらいいんじゃないって言って私もミシン踏んでたので、ちょこちょこって踏んで出るうちにやっぱりこのなんかやっぱ作りたいねって一つ本当にパンツからなんだけどちょっと作ってった。やっぱり、うん、6年前はその2人でずっとやってましたね。だからといって別に 何かしら男と女のね何かがあったとか関係が全くそういう意識もなくって、なんか女同士なんか相談できる人みたいなそんな感じだったんですけど、なんか霊話になってる私間違ってる、大丈夫大丈夫です大丈夫大丈夫。いやどうしてそれで結婚に至っちゃったの？いや結婚に至ったのは本当にいや多分私から多分プロポーズしたと彼は言ってるけど、うん、多分そうだと思うんですよ、うんうん、あのたまたま、うん、あの盲腸になったわけですよ私が、うん、それも私とあのちびちゃんがね一緒に住んでた時に、うん、盲腸になって、うん、そしたら急性盲腸にもうめちゃめちゃ痛くて、うん、でも保育園に迎えに行かなきゃいけない、うん、もう誰も頼める人がいなくて、うん、やっぱ電話してちょっととにかく痛い、ちょり病院に連れてって、でもちびちゃんも迎えなきゃいけないから、うん、お願い迎えてきてってお願いできる人が彼しかいなくって、うん、で彼が迎えてきてくれて、でも急遽そのもうすぐ切らなきゃいけないと、うん、で医者があのここにとにかく身内じゃないとこれサインをしなきゃいけないから、うん、あの書いてくれって言われて、なんかサインをなんかおしなんか親戚の方ですかとか、ご兄弟ですかとかって、はいはい、私はもう痛いわけですよ。でとにかくもうこれに書いてくださいって言ったら、なんか後からなんか書いたみたいなんですね、うん、なんか書いて結局私は手術をしました、うん、でも預ける人がいなくて、まあ、うちの親にもちょっと心配かけたくなくてあまり言ってなくって、うんうんうん、で結局この1週間入院してる間うちのちびちゃんを見ることになり、保育所の送り迎えから、うんうん、でなり、で私はその時に病院の中にいたんだけど、うん、なんかわかんないけど病院の中に、うん、あのなんかさお皿とか持ち込んで運んできて、あの個室だったんですよ、うんうん、で運んできて、そしてあとはね棚とか担いできてあと食器乾燥機とか持ち込みあの、病院ですよねみたいな、そうだからそれぐらいなこの人なんだろうと、で看護師さんにもここはずっと住むところではないって言われてるだってもうお家だよね食器乾燥機とかね本当に、うん、この人なそこから本当になんだろうと思って、うん、なんでここまでや、まあまあ優しい人だからと思ったんだけど、やっぱり、まあ、私が退院して、うん、あのまあ、ちびちゃんも退院して戻った時には、うん、ママ一人で髪洗えるようになったよとか言って、洗い方ねで勝政が教えてくれたのとかいろいろ洗い方やってるわけですよ。いやこいつ必要だなと思ってそこが素晴らしい判断すごいねご縁なんだ ね、なんかやっぱり縁ですよ、もう一緒に住むべと、うん、っていう感じ、もうそっしかない、そっから、うんうん、もう一緒にいるしかないみたいな、だから、うんうん、なんか彼はちょっとなんかね騙された感があるかもしれないけどへあの時に書いたのが、うん、あのあるんですよ今も、なんか入院する時のなんて書いたと、うんうんうん、なんかね全然関係ない、そういう関係とか全くないですよ、うんうん、あの見たら婚約者とか書いてあるんですよ、素敵、いやそれがそのつもりだったんだね旦那さんは、うんうん、いや多分書かなきゃ手術してくれないと思ったみたいですよ、なんか身内じゃなきゃっていう、でもそうなったと、うん、ね、うん、なんかずれてますね話ですよなんで全然関係がね、そんな感じ、いいね、なんかだからあまりなんかあの、なんかなんだろう夫婦って感じではないで、仕事も家庭も今一緒なんだけど、よくねゆうこに
って喧嘩した時にゆうこりんによく LINE で私は愚痴ってるんですけど、うんうんうん、でも、うん、なんか、うん、いい別にそうつい最近すごいさ夜中に来たみたいで私寝ちゃって気づかなくて朝起きたら、うんうんうん、もうさーみたいなことがガーって書いてあるのに Facebook 開けたらさもうすごい初心に戻ってみたいな2人で何だったのこの長文はみたいな何これすっきりしたんだみたいな感じだったけど、まあずっとね一緒にいればねもうぐちぐちもあるだろうけど、うんうん、仕事もね、でもちゃんと仲直りしてるからすごいさ、うんうん、でもなんかこれを できるっていうのは、うん、なんかやっぱりもう本当にやっぱり立ち上げっていうもの立ち上げって、うんうん、本当にまあ海ん中で例えばこうやって役職をついてる、うんうんうん、あの時それなりにもらってたんですよね多分ね、うんうん、給料もでもそこを海ん中からやっぱりブランドを立ち上げるって一緒になる時に私、うん、2番目のこうお腹にいて、うん、仕事がもう、まあ、もちろんギリギリもう9ヶ月生まれる寸前までやってはいたんだけど、うんうん、やっぱりそれなりのもうこんだけの仕事をね収入じゃないですか、うんうん、で彼が抜けるともう、うん、ウインチをちょっと僕は外れる、うん、いいかって言うから、うん、いやいいんじゃないってやりたいことがあったらって言いはしたけれど、うん、もう収入がないわけですよ、うん、で本当に丸々2年間結局私はもう子供を産みました、うん、お腹に9ヶ月の時に辞めて彼は独立、うん、もう辞めました、うん、でそこから給料がなくってで産んでも1年間は働けないじゃないですか、うんうんうん、で産んでやっぱりもう私はもうどちょっと パートみたいな形でも行ったりはしてたんだけど、うんうんうん、その時に本当にお金が底ついてそれも今の子上の子が6歳だから6年前、うんうん、もう本当に立ち上げの時ですよ、うんうん、本当にお金がなくて100円とか200円しか本当今の世の中つい最近ですよ6年前って、うんうん、もう本当になくてで私やっぱりお金がないとまあ、夫婦ね喧嘩もになるんですよね、うんまあ、女って私なんかもう超現実的で、うん、なんかもうマイナス思考だったので前は、うん、今はそんな悩んでる暇はないけれど、うん、だからもうどうするって彼は大丈夫って言うんだけど何がどう大丈夫なのって100円しかない200円しかないのにって言うけどおむつ買うお金もなかった本当になくって、うんでもやっぱり なかったんだけど、うん、で彼はいやおむつ買えなかったらねタオルがあるじゃんって言うんですよタオルがあるさってでタオルをね縫製しなくてもいいから畳んでそれをやればいいって言われた時に私何この人って思ったけどあタオルかいやタオルするしかない紙おむつないなかったことなくって、うんうんうん、でも毎日タオルを洗ってるわけですよおむつ替えたりでも私はお母さんは2人いらないとどっちかがとにかく働きに出ないところはもう生活ができないって言ったら、うん、じゃあ分かったってでばあのなんかね行ったんですよなんか面接とかにも行ったんだけど、うん、いろんなあのなんかいろんなところ行って、うん、ローソンとかね、うん、もうあのレンタル屋さんとかいろいろ行ってレンタカー屋さんとか行ったんだけど、うん、ことごとく、うん、なんでこの海中のこの役職をついてた方がまた書かなきゃいいのに書いて、うん、それをなんで、うん、あの今あそうかそうか、ね、なんかおかしいなんかなんでって思われたみたいでやっぱりことごとく断られて、うん、でもそこでやったのが、うん、あの自分たちがあの毛糸のボンボンで作る、うんうん、あの中に塩を入れた、うん、あのシーサーを作ったんですよ、うん、2人でこれで月じゃないですねやっぱりこれでも月100万は売ろう、うん、1個840円という状態をつけたんですよ、うん、内職をずっとして、うんうん、私なぜかもう彼のなんていうかなやったら大丈夫だよってお金も500円しか財布にないのにニコニコしている彼がいて、うん大丈夫あっちゃん僕がパーツをね印刷して切るから、うん、あっちゃんをこのボンボンシーサーにして、うんうん、パーツを貼ってってって言って、うんうん、あの本当に毛が飛ぶから赤ちゃんには悪いからって玄関で閉めて、うん、分かったって言いながらずっとできたシーサーをずっと置きながら、うん、でやっぱりあちこち営業に行くんですよね、うん、行くけどもどこも置いてくれないんですよどこの誰っていう感じで、うんうんそうじゃんと思ってでもやっぱり一つ、うん、本当に私忘れないんですけどあのなんだシュレイそばのあシュレイそば、うん、あのおろく、うん、シュレイそばの中村さん、うん、本当に中村さんオーナーさんなんですけど、うん、多分かわ、ね、ちびちゃんも抱えてもお願いしますって、うん、もうレジのそばに置かせてくださいって言って、うん、大変ね頑張ってるねっていい沖縄って言ってくれて、うん、そのシュレイそばに置いた、うん、このシーサーが、うんここだけ置かせてもらったんですよ、うん、いろんなところ断られて、うん、で置かせてもらって、うん、そのシーサーのお金が翌月5000円振り込まれてたんですよ、うん、で勝間さん5000
5000振り込まれてるよって言って、うん、すごいよかったって売れてるんだって、うん、じゃあ倍もっと作ったらもっと宣伝したら売れるねって、うん、1万になるかもしれないねって言ってて、うんうんうん、そしてやっぱりあちこち起き始めてちょっといいよって言ってくれるところがあって、うん、そこも起き始めてまたちょっとずつ売れてきたんですよ、うん、2万とか5万とか入ってくるようになって、うんシーサーが売れてるって言ってもうすごい良かったって言って、うん、それで少しずつでも何もなんかその時に、うんまあ、石垣島店のね、うん、っていうのはちょっとやらない店をやらないかってちょうどいいところがあるよって、うん、でも何も売るものがなくって、うんまあ、いろんなものをかき集めて、うん、委託でもうちょっと置かせてくださいって言いながらやったん、うん、それで立ち上げなんだけど、うん、でもやっぱりその元金というか最初に仕入れたのがちょっとストール、まあ、今日もだからストールなんですけど、うんうんうん、ストールをちょっと仕入れて、うんうん、もうその仕入れたお金が、うん、白子このシーサーが売れたお金だったのが、うん、結局後から聞いたんだけど、うん、それを私たちがお蕎麦屋さんとかいろんなところに置いているものを買ってくれているのが、うんうん、うちの母だったんですよ実は、うちのお母さんで泣けちゃう泣きそうになっちゃうでしょいや本当に、うん、いやもう本当に今でも考えたでこの置いてるところを回って買ってくれてるんですよでずっと言わなかったんですよあっちゃんのお母さんそうそう私の母でそうだったんだ大変だっていうのが分かっても私にはただ頑張りなさいとかで、うん、でなんかもうずっとでそれもいいわねこのシーサーとか言いながら5個とか買っちゃこれはおばあちゃんのでとか言いながら5個とか買っちゃったのよとかって聞いたのがもう3年後くらいあの時で手霊そばに連れてったらあいつもシーサー買ってくれてた方ですよねとか母ですみたいなそれで発覚みたいなだからやっぱり母の愛だねだからねだから本当にそういうのをやっぱね、うん、やっぱり子供ができて初めてなんか気持ちも分かる未だにね、うん、大丈夫なのって42にもなるけどやっぱり言うわけですよね、うん、でもずっと心配なんだろうなと思うんだけど、うんうん、そうだよ、ね、そうだよね、うん、そうだよ自分死にそうになっても心配してね、だからやっぱりあの時ってなんか親にはなんかいろいろ言ったり、うんまあ、本当にティーグマ立ち上げた時もなんていうんですかね、パーって名前がやったらなんかね、うん、なんか天狗になっちゃったり、なんか自分のこと言ってることが正しいとか思いがちだったんですけど、うんうん、私もなんか本当になんかいろんなことがいろんな方との知り合って、うん、すっごくなんていうのかな、自己成長して、うん、もう何だろう、今も本当にマイナス思考になる暇がないですよ、うん、マイナスには一切考えたことがない、まあ、たくさん試練は来るけど、うん、だから優子さんにも助けられだから由美さんにも大丈夫よとかだからなんかやっぱ会いたいなんかってはぁってなった時は、うん、OK 声聞こうとかねパワーがある人たちが周りにいるからいやいやでもそれはお互い様で私もよく元気をいただいているのでいやーねーもうダメとか思うと、うん、あっちゃんすぐ電話くれるのどうしたとかって言ってそうすぐ電話くれてるのにどうしたの段階であ終わったみたいななんて早いのみたいなそうでさでさって別の話してるんだけどそうそうそういろんなダメ落ち込んでる暇はないわみたいないやもうないですだからなんかね自分が動いたら、うん、もう悩んでる暇がないと思った時ってどこでこんな変わったんだろうって自分も考えたわけですよ、うん、でやっぱり忙しいっていうことはいいことよって周りに言われて、うんまあ、確かに忙しいことはいいことなんだけどそれで、うん、例えば生活を支えてるかって言ってまたそうでもなかったり、うんうん、でまた子供との時間取れなかったりするんだけど、うん、でもその中で 人との出会いがあった時に、うん、すごいそこで教えてくれる、うん、なんだろう気づかせてくれる人が私がそういう気持ちに変わった時に、うんうんうん、そういう方とやっぱ出会うんですよね、うんうん、かなり変わりましたね私の、うんね、あるよねでもそういうのねある、うん、なんかスピリチュアル分からないそんな感じのじゃないかもしれないですけどご縁なんだろうねあるあるよね絶対ね必要必要みたいな、うん、ねえ由美さんもいろんなのねやってるじゃないですかねなんだろうねすごいだからいろんなジャンルのね方とか全く別に職種が変わってもいろんな方と話してってだから
すごいなんかいろんな、うん、まあ、うちの、まあ、主人旦那もなんですけど、うん、こんなにハングリーで生きてきた、だからこんなに強いんだって思えたので、だから10分の1も頑張ってないって言われた時にクソッと思うんだけど、そうでも、うん、そうそう本当に言われる。なんかでも旦那に言われるとムカついたりするね、なんかこう多分他の人に言われるより、うん、主人に言われると、うん、10倍ぐらい多分好きなんだよ、なんか多分認めてもらいたいんだと思う。そうね、うんうん、それはあるかもしれない。ムカつくと思うけど、うんうん、多分その旦那には見てもらいたい自分がいるからこんなにムカついてんだなみたいな。そうね、そう思わなければ多分そうそうスルーしてるはず。そうだからもうね全然思う暇がもう思わ、うん、何を言っても、うん、いや全然頑張ってないと、もっとだから多分もっと頑張れるって思ってると思うから、うん、あ、オッケー、超伸ばしてくれてるんだって、うん、超ポジティブに考えてたらもうありがとうだから、あ、オッケーうん、いう感じだから、もう全然こっから聞いてこっから流さないともうほんと育ててもらってる、とっても、うん、よかったね、よかったよ、よかったね、もうあの時盲腸待っといてみたいな、ほんとに盲腸様様もうほんとによかった、お家預けてよかったみたいな、預けてよかった電話してよかったみたいな、みんな預かってくれるからいいよね、ダメですって子供苦手なんですとか言われたら終わってるもんね。だって一人だったんでしょ、一人一人だったね。で子供とか育てたことなかったんだよね。そうそう。そう。なんか多分あの時多分彼女いたはずよ。そうなんだ。いたはずよ、いたはず。うん、そうなの。そうそう。絵の取ったみたいな感じ。ええー、またさ。ねえ。盲腸が取ったって呼ばれた。略奪。そう。そう盲腸になるとさ、ね、みたいな。でもいいことある。みんなね、盲腸になりたいなって願ってます。そう、いろんなきっかけよ、きっかけ、うん、きっかけ ね、きっかけだよね。あ、そうなんだ、うん、いろんなそれがきっかけで、うん、でティグマさんを立ち上げ、そう、はい、そしてなんか今現在はすごいことになりそうな話を聞いてて、めっちゃ忙しいんでしょ、ティグマ関係で今ね、うん、いや、そうなんですよ、イオンさん去年も出したんですけど、うん、あの シャツ、うん、ティーグマの本当にもうビジネスシャツというか、うん、今年はあのいろんな声をいただいたレディースもちょっと作ってるんですけど、限定で100枚、うん、あのもう本当に、まあ、ユミさんが着ていただいてるこのデザインとか、はい、この、うん、何ですかね、デザインがバッティングしないように、うん、もう本当例えば S サイズ2枚しかないとか、だからデザインはガーッと多いんですけど、あの絶対なんかよくバッティングするのが嫌っていうお客様が、うん、はい、嫌ですですよね、嫌です、はい、だからよくこういう声が結構多いので、うんうん、でそれでいたいちやっぱあのそうですよね、私もそうなので、うん、作っていたら、うん、結局あのやっぱりイオンさんで、うん、もう今年もあのちょっとブースを組んであの本当に出そうという話もありがたいことをいただいて、でも、うん、そのシャツをもうビジネスシャツを、うん、今作ってる、作ってますね、作って、これもやっぱりあの自分たちで一からなので、うん、あのどうやって、まあ、工場でも、まあ、全部揃ってるわけじゃないから、うん、でもみんなが私じゃなくてもう本当に今回はもう彼の、うん、まあ、信頼貯金を下ろしてというか、うん、多分本当に彼がやりたい、でも今公募もう納期がない、ちょっといろいろハプニングもあったりして、うん、その納期がない中で、うん、でもいいのを作りたいって言ったら、うん、いろんな人が立ち上がってくれたんですよ、うん、ありがたいね、ありがたい、本当にありがたいです、人柄だね、旦那さんのね、なんかそれをみんながいいよって、うん、あんたのデザインなんかみんなバーッと集まってくれて、私もタイムカードをして、私もしよう一緒に、はい、あっちゃんこれしてこれしてって言われながら、うん、でも嬉しい、私も全然もう本当に3歩4歩後ろでもうこれやってって言われたら OK ってもう仕切ってくれるパターンの方がいたり、縫製のスタッフもいたりとか、もう本当になんか、なんかよかった、2人でやってきたけど、なんかやっとなんかなんていうのかな、いろんな人が彼を支えてくれて、彼なんかね、一人でも頑張れるなって、いや手放すわけじゃないんですけど、あのなんかすごくやってるなっていうのは、私ももちろんサポートはしてるけれど、うん、なんか
一緒に、なんか昔を6年前を思って、やっぱりずっとね、まあ徹夜でやってても楽しいですね。やっぱ思い出、まあ、初心に帰って一からで絶対これは成功させたいなと思ってるので、ね、ぜひ8日から素敵なビジネスシャツ、3月の8日からでしたっけ、8日、はい、8日発売になります。発売で、あの、沖縄県内のジャスコさん限定で、はい、扱う、じゃあ、はい、名護のジャスコにもある、名護のジャスコありますね多分あのレディースは、うん、レディースはどこ、あの那覇オロクジャスコとハエバルさんが結構ブース大きいんですけど、うん、レディースはどこでしたっけオロクかな、あの1店舗だけ、1店舗だけ、またそれをまたね、あの、うん、Facebook とかあの、はい、アップしますので、楽しみですね、うん、いいね、ぜひ、じゃあこういうデザインのシャツが、そうですね、うん、なんかやっぱりなんかあの女性らしく、なんかあのちょっと女性らしいライン、うん、やっぱり、うん、美意識高い方、うん、やっぱり女性ってね、うん、あの、まあ、もちろんあのずっと課題じゃないですか、まあ、うん、もうお化粧品にしても、うん、あのなんか体にしても痩せたいとか、化粧品とかこの着るものに関してもヘアとか、うん、メイクもそうですし、うん、そういうものに関して、うん、ちょっとこの変わったもので、うん、あの差別化してちょっとおしゃれに切れてるっていうようなものを意識して、ちょっと見え方とかちょっと鎖骨が見える、はい、ちょっと女性らしいラインとか、ちょっと見えるか見えないか分からないぐらいのっていう、これ秋とかいいね、うん、そしたら上司も頑張るみたいな、うん、きっと頑張る、そう、まあ、でも本当にちょっとおしゃれな感じのを作ってい、けたらなと今ちょっと頑張ってます。いいと思います。かっこいいですね、島、うん、リゾートファッションですもんね、沖縄ならではで ね、沖縄とか、うん、おしゃれになんかちょっと、うん、あのリラックスして着れる、うん、でもティーマーのはなんかあのあれですね、ビジネスもそうなんだけど、かん、あのあれフォーマル、リゾートウェディングとかにも着れるような感じのも、あの結構そういう風で着て、あの内地の方とかも着ていて、もうスーツ持ってきたけど暑いのよねって言って、ティーマーでわざわざ買いに来てくださって、そのまま行かれる方も去年いらっしゃったので、それも頭に置きながらそういうのも作っていきたいなと思って、うん、いいね、うん、そういうのはどこで売ってるんですか。ですね、そうなんですよね、これあのそうなんですよね、あんまり商売決まってないのでどこなんだろうとか、ネットでも販売、ね、ネットもねしてるんですけどね、うん、なんか忙しくてあまり手掛けられてなくって、うん、でどこで売ってるのって言われるんですけど、一応そうなんですよ、今那覇店、まあ、那覇の工房と一緒に那覇店があるんですけど、うん、今も倉庫みたいな状態になってるので、うん、まあ、とりあえずあの載せますなんかそのとこに載せます、なんか少しずつ、みんな3月8日以降のお楽しみっていう感じで、うん、そうすぐですね、もうでも本当に好きな方、うん、あの多分好きな方を見ていただいたら、うんうん、多分気に入ってくださるかもしれないので、うん、そう、ティーグマさん Facebook ページもちょっとあるので、あ、うん、あります、ティーグマで Facebook ページで検索すると、うん、はい、出てきて、いろいろこう作品がね、うん、出てますので、うん、ぜひご覧になってください、うん、はい、じゃあちょっと一旦休憩入れたいぐらいなんですけど、うん、ないのでないので、そのまま、はい、ごめんなさい、飲んでいいですか、どうぞどうぞ、行ってしまいましょう今日もあの一応チュラボーテプラスは公開なんで、今日もギャラリーが来てますね、みどりちゃんかわいい、ありがとうございます、はい、でここでちょっとね気になる、ちょっとこれ絶対聞きたい人いっぱいいると思うんだけど、うん、最近、うん、あの痩せたね痩せたねってよく言われるんですけど、実は私が痩せたのは彼女のおかげで、彼女は何3ヶ月6ヶ月私は4ヶ月です、4ヶ月もう、あ、4ヶ月で11キロ、はい、すごいね、4ヶ月で11キロ痩せたんだって、うん、私は7キロ見るたんびに綺麗になって、いやいやいや綺麗、いや綺麗ではないですよ、ゆうこさんも、うん、でも見るたんびに綺麗になっていく、あのそうですよ、あの、はあ、最初に ゆうこさんに会った時に、はあ、それがチュラボーテでのゲストの話だったんですよ、うんうん、でそれの話をあのちょっと出ませんかとかっていう話で、でも、うん、ゆうこさんは知ってたんですよ、ゆうこにも知ってて、フェイスブックで、あ、すっごいあのオーラのある方だなって、別にいるから褒めてるわけじゃなくて本当本当で会いたいなと思ってて、あの異業種交流会とかで会ったりとかしてた時に、でその時に、うん、もう別にあの何だろう、私が別に痩せたからとかっていうわけではないんですけど、うん、もう本当にその会って友達になりたいなからって会った時に、うん、私があの時にも本当に超私152センチで、うん、
60キロぐらいあったんですよ今。そうなのすごいよね。あ、そうなのとか。有吉は新見せていいです。いいですみたいな。すっごいマックスで、でも私あの洋服やっぱり自分で作ってるじゃないですか、うんうん、で自分で作ってるものを着てマネキンにならないと。そうですよ。もうですごいところに肉ついてきちゃって、それで隠す洋服を作り始めちゃって、これじゃいかんと思って、まあ、最初は私のお客さんがこれモリンガなんですよ、うん、本当に、まあ、モリンガは沖縄にもあるよって言うんですけど、うんうん、もう私その一緒ではなくて、もう、もう私ねもったいないから教えたくないんですけど、うん、いや本当にそれで優子さんに私なんでなんでって言われたから、うん、いやこれはちょっと私はとっても私大好きな、私お酒ね、うん、ねーとか言って お酒大好き、うん、大好きで食べるの大好きなんだけど、うん、もうあらゆるものして、うん、あらゆるものをもう10ぐらい多分マックスでやってきて、うん、私が2キロ痩せたけどリバウンド繰り返してきた、ずっと人生こんな人生を歩んできたんだけど、うん、もう大好きな、なんかねこれ痩せるサプリとかでもないんですよ、うん、だからもうそれを優子さんにちょっとなんでなんでって、いやいやこれ本当に本当に痩せたくて、もう本当健康にやっぱりなりたかったら教えるって言って、うんうんうん、はい、ということでね、ネットではここまでしか話せないので、健康になりたくて痩せたい人はフェイスブックでメッセージをくださるか、直接ティグマさんに会いに行って、うん、秘密のお話を私はちょっと聞いてみるのもいいと思います。でもみんな痩せてきて、ね、会えないかもしれないですけど、あんまりいないのでそうだよね。じゃあどっかで捕まえてくださいみたいな、フェイスブックでメッセージを、はい、って感じでございます、はい、で続いてここで、うんうん、あっちゃんから今日は皆さんに素敵なプレゼントを持ってきていただきました。ツイッターさんとか入ってるんですかね、うん、入ってますか。そう、あの、うん、やっぱり洋服をね作っているので、うん、私はそうなんですよ、はい、見せてください。スカーフ、はい、あの今回、まあね、シフォンなんですけど、うん、そう今着てる由美さんと同じ生地でやっぱシフォンで、あの夏でも、まあ、おしゃれ感覚で、うん、夏でも冬でもっていう感じで、うん、こういう感じのデザインはこれが、うん、あのこのデザインは開花っていうデザインテーマで、これそうです、あの人生人生大きな花を咲かせようという、これをそういう意味だったのね。深く考え、花火かと思ってた、ごめんなさい。いいよ、花火でも花火でもいい、そう、うん、イメージはそんな感じ。なんか、うん、これ朝来たら、うん、OK 今日一日ちょっとなんかあるよって、絶対あるから本当に、そういうお洋服だったんですね。そう、はい、すいません分からずに。そう全然、じゃあ明日からこれ来たら、うん、今日一日何かあるぞって毎日着なきゃ、毎日毎日、そっか分かった。これは ブーケです。これブーケで、でもこれはあの出会いという、あら出会い、出会い、なんで考えてるんですか、ギラギラと出会いまた出会うんですかとか言ってねで、こちらの方をプレゼントで、はい、はい、これは何、5名の方に、あの 色はあの、はい、いろいろあるので白とかピンクとか、うんうんうん、それをまた、はい、どういう感じでまたねするかっていうのは、あの優子さんの方、はい、この素敵なストールを欲しい方は、はい、今からツイッターで投稿してくださいっていうのは嘘びっくりしたね、本当もうツイッターとかでね、どんどん番組に参加してもらいたくて、その中から選ぼうかなとも思ってたんですけど、うん、一応、こちらのチュラボーテの方のフェイスブックあのページの方に、うん、今日見ましたよってプレゼント欲しいですっていうメッセージをいただきたいと思います、うん、で、それをその中から抽選で5名の方に、はい、一応3月、今年の3月ですね、うん、今年の3月来ですね、今年何年今年は2013です。2013年の3月3日が締め切りになります、はい、日曜日まで、はい、です、はい、やっぱもう今の段階であ欲しいっていうのを、うん、あの送ってください、うん、色の方はどこに出ますかね、下白ピンク、まあ、デザインもなんかちょっと違うんですけど、うん、多分あの今出てる秋冬、皆さんの方には画面が色が出てると思うので、うん、全部、はい、あの春先これが夏とかも全然、うんうんうん、出てる、
使い勝手がいいと思うので、ね、1枚あるだけでだいぶおしゃれがアップだよね。この今持ってる色は入ってないみたいな。そうなんですよ。そうなんですよ。自前で私物なので出せないんですけど、綺麗な色が何色か出てるので、うん、はい、あ、この色欲しいって言ってくれないと、うん、実はピンク欲しかったり青が来たさっていうのがあったら当たっても寂しいので、うん、ちゃんとしっかり書いていただいて、うん、厳選な抽選の上、うん、選ばせていただきたいと思います。はい、ぜひぜひ。その時にプレゼントのお受け取り方法っていうのも、うん、直接メッセージで当選された方にはこちらからこういった形でいらしてくださいとか、こういうふうにしますっていうことを、うん、やります。でも、できたら取りに来ていただきたいので、沖縄県内在住の方限定にさせていただきます、うん、申し訳ありません、ね、県外の方も欲しいでしょうが、ね、ちょっと郵送はあれなので、はい、ちょっとこちらに直接取りに来れる方っていう形になります。どんどんご応募ください、はい、あとの話はね、こんな感じで話してると、はい、どん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 切りがなくて、うん、もっとも話もいっぱい出てくるんですけど本当に一晩じゃ足りない。足りないね、あっちゃんの話をね。そろそろもっとみんないっぱい聞きたいこともたくさんあると思うんですが、ちょっとねお知らせしたいことも実は今日いっぱいありますので、ここでちょっとお知らせをお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、ではまずですね、3月の2日にナシルとヨザーのシマンチュジからはっきり言ってデイジライブデイジライブはっきり言ってデイジライブっていうのを3月の2日に北谷町にありますライブハウスモッツで行うそうです。会場が17時で開演が18時ですね、夕方になってます。これチケットはどこら、はい、チケットはファミリーマートで直接購入してくださいってことなので、はい、E プラスですね、E プラスでお求めください。で前売り券が2000円ですね、うん、はい、で当日券が2500円になるので、ともにドリンクが別途になってきます、うん、はい、なので前売り券ね、ぜひぜひ、うん、E プラスに行ってゲットしてください。面白い2人の多分トーク、トークライブ面白いと思います、うん、とか前回与田さんの見に行ったんですけど、うんうんうん、めっちゃ笑えて、今与田さんって聞いてもピンとこない方はオリオンビールの CM に出てらっしゃる方なんで、はい、オリオンビールね、分かる、緑の缶で、うん、今言われて分かりました。なんだっけ、うん、麦の力、うん、なんか分かんない名前忘れちゃったけど、うん、なんかはい、ビールの宣伝にオリオンのね、うん、はい、出てる方です、はい、すんごい演技派で、うん、ねえ、エネルギーすごい、超笑った、すごい面白かった、面白かった、そうそう、見に行かなきゃね、そう見に行かなきゃ、一人でねやってたけど、うん、すごい面白かった、一人で面白かった、そこにまた面白いナシルが一緒にやるので、ね、ぜひなるほど、よろしくお願いいたします。ナシルも歌を歌うそうなので、うん、彼女が歌も歌って、はい、歌もアリーのお笑いアリーノみたいなので、うん、十分2000円で十分楽しめると思います、うん、よろしくお願いします、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃ続いてのお知らせお願いします。はい、続いてのお知らせがすごい、ね、見にくいかな、キラ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 女性講演会と題しまして、実は私も講演者として出ます。5人の講演者で、うんうん、しかもこれは一般の方、講演者じゃない一般の女性を対象にこう、うん、お話をしていくんですけども、まあ、その人の半生を語りながら、うん、まあ、こういう生まれでこういう育ちをして、こういうことがあって、ああいうことがあって、うん、でも今はこういうポジションにいて、でこれからこういうことを目指してやってきますっていうことのお話をするんですね、うん、で5人女性がねいて、その中の私も一人なんですけども、もうね、もう練習しながら泣きっぱなしです、うん、もう泣かないように話をしようとするんですけど、もう溢れ出て、うん、もう泣いて、でそれぞれね5人のストーリーが本当にオンリーワンの、うんうん、生き方をしてきて、でも今の彼女たちがすごく輝いてるので、うん、まあ、そういうことがあって、うん、今があるんだなっていうね、うん、
そして一人でもこの女性たちのファン層を増やす、うんうんうん、共感をして感動を与えて、うん、その人のファンになってもらって、でこの講演者の背中を押してあげるっていうのが、うんうん、あの古内義雄さんっていう埼玉の方の意図なので、うんうん、まあね、3月、それが、3月3日ですね、うん、今度の日曜日、那覇の沖縄県男女共同参加センターのティルルですね、うんうん、ロアジルホテルの隣ですね、そこでやります、うん、で時間が11時40分開演で、うんね、で5人が次々に30分ずつ喋っていって、うん、で最後は、16時終了になってます。はい、これはチケットの方はどちらで購入できるんですか？チケットは直接私の方に行っていただくか、うん、あとはちょっと連絡先、電話番号言っていいですか？はい、はい、お願いします、はい、090-8496-5383 ですね。これ安西さんっていう方が担当になってますけども、 Facebook 等で私にメッセージをいただければ、うんうん、あの当日取り置きとかできますので、うん、はい、私は14時20分出番予定です。はい、はい、じゃあぜひ、はい、楽しみに、ティルルに泣いてるとこ見に行こう泣かないように頑張る顔見ただけで泣いてくれちゃうやばいや、そう、もう目が合った瞬間会場でみたいな、みんなゆみさん頑張れとかで、ね、泣きそう。そして30分のうちの15分終わるからなんかまあそんなことはないでしょうけど、まあ頑張っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんどんどん応援してください。お願いします。ちょっとここでツイッター紹介します。うん、はい、ツイートが入りましたよ。あ、本当にいいですか。ありがとうございます。中原さん、いつもありがとうございます。中原さん、はい、中原さんは由美さんが巻いている色が欲しいって。あ、これはありません。違う色でご応募よろしくお願いします。あと、たまごんさん。たまごんさんもね、ありがとうございます。いつも。たまごんさんはピンクが欲しいって。あー、ピンクありますよ。ね、なんとなくかわいいですね。はい、ありがとうございます。うん、まあ、ここ今2人入れたからな、みたいな。もうないよ、とか言って。ピンクってこんな色。そう、これです、これです。これ、うん、かわいいね、春だしね。うんうん、すごい素敵な色だから。うんうんうん、1枚やると便利だよね、ストールって割と、うん、いや、すごい重宝しますよ、うん、だよね、で、うん、ね、1枚1枚手刷りなので、うん、アクセントにもなるしね、うん、白いシャツで着ても全然かっこいいしね、白シャツにパッて羽織るとすごい映えると思う、ぜひぜひ、ね、いいはず。じゃあどんどん女子の皆さんご応募した方がいいですよ目立つから、ティーグマのデザインってなんかね、目立ちすぎるのかなと思う。大丈夫かな、うん、大丈夫大丈夫いい、うん、ありがとうございます。もうこの B 型の私にはそう、あ、B 型イエス、はい、ちょっとそこで反応、いや大丈夫です、大丈夫です、はい、あちゃん何事、私は A 型、A 型だ、A 型っぽい、あれ A かって、あ、A、あ、うん、パッと見た目 B なんだけどあ、なんでそこ、いや今すごい顔してる、ね、違う、よく言われる、よく言われるんですよ、私 B でしょって言われるんですけど、うんうん、A なんですよね。私でも黙ってたら A って言われるもん。なんでそれはないよね、なんかちょっと聞いたいなのすごい、びっくりした、その反応なに、うーん、それの人はいいかなみたいな、正座に血液型ってありますよ、やっぱり、うんうん、ね、あるね、うん、まあ、何型ですか、ちなみに何型に見えますか。大型、あ、よくね、言われる、うん、でもそれ洋服のサイズで、うん、でも違う、本当は違う、はい、はい、B 型違います。違うんですね、当たらないかも、なんだろう、 AB 型なんみんな外れ、そう、あっちゃんと一緒です、本当、ね、一緒です、本当、知ってたよ、知らなかった、もうね、本当そんなだよね、うん、でもあんま A 型って1回で当てられたことない、いいの、
いや、何がいいか分からんけど、ね、いいよ、さっきのビーチでとか言って、本当だよ、関係あるよとか言いながら、ね、もうどれよみたいな感じで、いいよ、いいよ、いいよ、ね、関係ないよ、うん、血液型どっち関係あるって、あれどっちどっち、そうそう、関係ある関係ある、ね、でもうちに娘が O 型だわけ、うん、息子が A 型なんだけど、あの行動パターン見てるとさ、うん、一緒、うん、全然違う、やっぱ違うと思って、逆が良かったって思ったんだけど、だってさ、うちの娘ってさ、今も高校生だからそんなことはないけど、ちっちゃい頃とか帰ってくるでしょ、自分の部屋に行くまでに靴下が片方ずつ置かれて、脱いだ服が置かれて、ランドセルが置かれて、教科書が出るチルチル満ちるかって感じ、そんな感じで、お風呂に入る時もテレビ見てるリビングからお風呂場に行くまでに、うん、上着が脱がれ、ズボンが脱がれ、靴下が脱がれみたいな感じでお風呂入ってるわけ、それをさ、A 型の弟が拾って歩いて洗濯のカゴに入れるみたいなこれ性格って思った、性格は、あとはあのそう女性特にそうですけど、フィーリング、なんだろう、あなんか第一印象、あこのビビッと来る人って いません、いるいる、あれ私 いますよね、いる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 、反応がないからいるよね、そうなんかやっぱりそのなんかそういう相乗効果というか、そういうのなんかやっぱりある、血液型で、いや血液型、ごめんね、血液型もそうなんだけど、なんかいや血液型関係なくパッとなんか、大事、これなってるから、入るなんかが、40過ぎてかそういう力がなんかわかんないですけど、やっぱり、このそうですね、あるね、出てきた、出てきた、いやなんかユタではないですけど、なんかそんな感じのが、でも直感力じゃないですね、あるよね、そういうのって、あの嫌いっていうか好きとかって言っちゃいけないんだろうけど、あ合う合わないって言った方がいいのかな、そうね、でもそれは、それは感じるのはね、わかるわかる、怖い女の人怖くないよ、怖いね、あとね、なんかえーって感じで途中で止まっちゃったんですけど、あともう一つお知らせが、3月の何日だったっけ、12日の火曜日の9時半から普通の通常チュラボーテが放送されます、はい、あとマッチー、マッチーも言っとく、マッチーはいつ、ホワイトデーだったっけ、ホワイトデーの日のお昼に、今子育て中のお母さんが 見る番組っていうのを、2時半から、マッチーのマミズクラブだったっけ、かなすごい、はい、もうしっかりしようよって感じで、子育ての頑張ってるお母さんたちが集まってる、そう、今月、来月は収納、収納について引っ越し時期だったりとか、ほら転勤があったりとか、いろいろで引っ越しに関する収納の特集、引っ越しするので聞きたいですね、ね、いいんじゃないですかね、こうなんか収納の達人が今回ゲストで出てくる、すごいですね、聞きたい、マジで聞きたいです、はい、2時半からでございます、わかりました、私はアシスタントで出ますので、これ参加するということは聞くということですよね、あれそうです、そうです、そうですよね、よくね、もうここで言っとかないといけないけど、送るじゃないですか、イベントで、で参加するって押してくださいっていうのは、見るってことです、ここに来るではなく見る、でもチュラボーテプラスに関しては、ボディメイクオフィスムーの方で公開でやってるので、もう少ししか入れないですけど、5名様までは観覧ご希望が可能でございます、はい、今日もいらっしゃってます、最近ね、いいよね、誰かしら来てくれてるよ ね、ちょっと楽しいかなみたいな緊張もしますけど、はい、そんな感じですね、じゃあいよいよね、もうなんかダラダラ喋ってるとキリがないので、はい、そろそろ終わりになってくるんですが、今日はいかがでございましたでしょうか、はい、いやー、癒されに来たのでとか、すごい久しぶりね、久しぶりなんですよ ね、忙しかったからね、そうなんですよ、本当、でもよく楽しい、もう今日 早々と来ましたから、もちょっとこれからまた帰って、もう一頑張りしますけど、よかったです、ありがとうございます、ございました、ゆみさんはいかがだったんですか、はい、あっちゃんのね、意外な母の愛を聞き、私も今のテーマは母の愛なので、なんか一緒に泣きそうだったんだけど、まあね、自分たちはお母さんからやっぱり生まれてきたんだよなっていうのを思いました、泣きそうになる大丈夫ですか、やっぱり私キラキラやっぱり泣くかも今でもね、はい、それだけ深いものをみんな受けてるから、
いいと思います、はい、今日はね、なんだかバラバラめちゃくちゃすいませんみたいな感じでしたけど、はい、ヒグマの意味は分かって幸せな村田でございます。ありがとうございます。なんだっけ、手先が器用ね、手先が器用、ヒグマではないということ、手先が器用って、後からしようね。そしてこの T シャツの意味は、花火じゃなくて、開花です、開花、開花する、開花、はい、人生を開花させる、そうです、はい、今日修羅坊店の方の Facebook ページにも、はい、この洋服しっかりアップしてあります、はい、他にも来た時にはアップするようにしますので、はい、よろしくお願いします。はい、あっという間にもう1時間、はい、まだちょっとかけてるぐらいですけど、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ、次回の放送は、うん、今までは修羅坊店プラスは第2木曜日の夜9時半だったんですが、うん、第4木曜日の夜9時半に変更になりました、はい、また来月の末の方ですね、はい、いつかちょっと今わからないので、それはまた修羅坊店で告知したりイベント送ったりしますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、じゃあこんなんで今日はここで終了でございます、はいはい、じゃあカメラに向かってさようならを。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月。